東京選挙区で立ってくれたのは沖縄の創価学会、その総年部にいらっしゃる方です。いいですか、こちらに野原義政さん。現在の創価学会の執行部、あまりにもおかしすぎないか。平和と福祉の党と言われていた公明党、だけどそれ全部置き去りにしてでも権力の小さな飴玉を手に入れたい。その数々の行いによって本当にこの国は大きく壊れていっています。それに対して勇気を持って創価学会員として声を上げてくださった、そのような方が野原義政さんです。野原義政さんの直接のメッセージ、皆さんに聞いていただきたいと思います。東京選挙区から野原義政。ありがとうございます。はい、皆さん大丈夫。はい、皆さんこんにちは。この度れいわ新選組から、公認候補として立候補することになりました沖縄の野原義政と申します。今日は、この場をお借りしまして私が今強く感じていることを述べさせていただきます。まず最初に、なぜ沖縄出身の私が東京選挙区から出馬したかということについてご説明申し上げます。それは辺野古新基地建設の問題について東京都民の方々にももっと強い意識を持ってもらいたいと思ったからです。日本全国のたった 0.6% の面積しかない沖縄に今 70% 近くの米軍基地が集中をしております。もうすでに 70% 近くの基地があるにもかかわらず、自公政権は新たに辺野古に新基地を作ることを強行しております。しかも今年の2月に行われた沖縄県民投票の際には 72% もの反対票があるにもかかわらず、このようなありさまです。日米安保条約のプラス面を強調する方々はそのマイナス面を一手に引き受けている沖縄の現状をもっと真剣に考えてもらいたいと思っております。もうそろそろ米軍基地の受け入れ先をですね、沖縄以外の都道府県の都道府県に平等に負担してもらうための考えや議論がもうそろそろ出てきてもいい頃じゃないでしょうか。いつまで他人の不幸の上に自分の幸せを築くつもりでしょうか。ここで創価学会の、私が尊敬申し上げます創価学会の池田名誉会長が沖縄に贈られた随筆の一節を紹介させていただきます。沖縄から見ると日本の正体がよく見える。今も続く人権無視の重圧、日本はどこまで高類の沖縄を踏みつけにすれば気が済むのか。多数のエゴで弱い立場の人を犠牲にするのが民主主義なのか。人の犠牲の上に安逸をむさぼるのは人間として恥であり罪ではないのか。20世紀にどこよりも苦しんだ沖縄を21世紀にどこよりも幸せにするために全身全霊を傾けなければ日本に正義はない、民主主義もない、繁栄が続くこともないだろう。差別する者はその不正義の報いを必ず受けるからだ。どうですか皆さん、本当に心に刺さる内容ですよね。東京都民の皆さん、また全国の皆さん、沖縄の痛みを他人の痛みとしてではなく、
自分の痛みとして真剣に考えてくれますことを切に希望いたします。次に、私は沖縄創価学会総年部員でもあります。24歳の時に日蓮仏法に巡り合い、創価学会に入信し、今年で35年になります。ここで現在の公明党の政治姿勢と、その公明党を支える創価学会の社会的姿勢について、今私が感じていることを述べさせてください。そもそも公明党の立党の精神は、大衆と共に語り、大衆と共に戦い、大衆の中に死んでいくというのが原点であったはずです。しかし公明党は自民党と連立政権を組んで以来、20年余りの間に権力のうまみにどっぷりと使ってしまって、今やそのような民衆救済の精神をすっかり忘れ去ってしまった感じがしますが、皆さんいかがでしょうか。公明党が安保法制に賛成した結果、海外派兵ができるようになりました。また現代版の治安維持法と言われている共謀罪にも賛成しました。立党以来平和福祉を掲げてきた公明党が、このような戦争を肯定するような法案を通し、また民衆を弾圧するような法案を通すということは、どう考えても筋が通らないと思いますが、皆さんいかがでしょうか。自民党の歯止め役になるはずだった公明党が、今や自民党と一緒になって暴走しております。非常に危ないことです。絶対に止めないといけません。また今の公明党は、池田先生の平和思想とは全く真逆の方向に進んでおります。本当に本当に危ないことです。ファシズム前夜の様相を呈しております。これも絶対に止めないといけません。さらに公明党の最大の支持母体である創価学会は、このような間違った方向に進んでいる公明党を相も変わらず支援をしております。組織の打ち出しに従うことが、また幹部の指示に従うことが信仰であるかのように勘違いをしているようにしか思えません。私は日蓮仏法の信仰者ですが、宗教は人を幸せにする宗教であれば、どんな宗教でも良いと思っております。しかし今の公明党を支援する創価学会の宗教が、本当に人を幸せにする宗教と言えるでしょうか。誰しも個人の幸せを願い、宗教を求めますが、宗教のもう一つの大きな役割は、社会とどう関わっていくかということに尽きると思います。しかし今の公明党を支援する創価学会は、創価学会の社会への関わり方は、本当にこれでいいと言えるのでしょうか。キャスティングボードを握っている公明党が、もし野党の側にいたならば、今頃安保法制も共謀罪も成立していないはずです。そうですよね、皆さん。アメリカ公民権運動のリーダーであるキング牧師は次のように述べております。最大の悲劇は悪人の圧政や残酷さではなく、善人の沈黙であるとおっしゃっております。まさに意味深長の言い回しをされております。ここで私は良識ある学会の皆様に訴えたい。学会の皆様、いつまで善人の沈黙を続けるつもりでしょうか。間違っているものは間違っている、おかしいものはおかしいと勇気を持って大きな声で反対するというのが、本当に筋の通った
信仰者としての行動だと思いますよ。皆さんいかがですか。公明党はもう一度平和福祉というヒューマニズムの原点に戻ってもらいたい。また創価学会はもう一度日蓮仏法のヒューマニズムの精神に戻ってもらいたい。ファシズム前夜の様相を呈している現今の社会を変革するために、またこの世から悲惨と不幸の虹をなくすために、私野原義政は山本太郎をリーダーとする令和新選組の仲間たちと力を合わせ頑張っていきたいと思います。東京都民の有権者の皆様、どうかどうか令和新選組に熱い熱いご支持ご声援をよろしくお願いいたします。絶対に世の中変えていきます。よろしくお願いいたします。東京選挙区から立候補、令和新選組公認候補、野原義政。野原義政、これ本当に普通ありえない話ですよ。公明党の代表が立つ東京選挙区に、そこに異を唱える創価学会員が立候補。大人の喧嘩をしようじゃないか。選挙をもっと面白くしようじゃないか。聞いてますか、山口なっちゃん。このゲームを、この選挙をもっと面白くするためには、あなたが、そしてあなたの周りに野原義政と書いていただくしかありません。公明党の票を削り、そして無関心の人にも、どこにも入れるとこねえなって人とかいるんだったら、ぜひ野原義政、野原義政しかございません。選挙をもっと面白くしよう。野原義政。ありがとうございます。皆さんよろしくお願いします。ガチンコ勝負でいきます。応援よろしくお願いいたします。どうもご清聴ありがとうございました。茶番だらけの政治の中に、ね、わざわざ立候補するって本当に素晴らしい方です。ありがとうございます。東京選挙区は必ずこの人に。野原義政さんでした。ありがとうございます。